1月も終わりになりましたね。早いもので、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クリーです。毎回動画に、丁寧なコメントをいただきましてありがとうございます。いつも読まさせていただいております。体調心配する声いただきました。ありがとうございます。今もう元気です。3月にですね、ライブの時に、風邪ひかないように、気をつけたいと思います。そこはもう本当に重要です。はい。もう本当に早いもので1ヶ月、1月も、過ぎようとしています。もう3月まで絶対あっという間だろうなっていう想像が簡単にできます。流れゆく時に抗うわけじゃない、弱さに抗いたいと、まさにその通りだと本当に思いますね。はい。頑張って、もう宮本さんの何分の1でもいいから、ちょっとドーンと頑張っていきたいと思います。はい。まあ、そんな ESIDO ですね。情報がいろいろまた出てきて、もう広告戦略として始まってますよね。京都の、まあ、ラジオ放送局からですね、中心に関西方面は、情報解禁、曲が、ラジオから流れてきているという、話が出てきてますね。まあ、リーナ香川さんがですね、動画でいろいろお話しされてましたけれども、その通りだとなんか私も思います。広告戦略として、まずは地方から、一般層向けにですね、曲を、まあ、流して反応を見て、どうかと。まあ、反応を見るのと、ちょっとこうムーブメントとして周辺から起こしていくという、まあ起こしていこうというところだと思いますね。あとはまあリスナーのリクエストっていうもので、どれぐらい反響があったかっていうところを、まあ見れるというところなのかなと思います。まあ、本当にもう関東の人間からするとちょっと今羨ましい限りで、もうまだ聞けませんからね。もう本当に情報解禁を待つしかないというところなんですけれども、本当に楽しみに待ちたいと思います。まあ一部でも聞けば、もうワンフレーズ聞けてますけども、まあ、素晴らしい曲だというのはもう分かってますんで、まあ、楽しみに待っていたいと思います。2月に入ればかなと勝手に、まあ勝手にというか、まあ当たり前なんですけど、2月に入ればまあこちらも聞ける機会がどんどん出てくるかと思いますので、楽しみに待っていましょうっていうところですね。はい。さて、今回ですね、まあ話というか、まあお礼というかですね、していきたいというのは、まあ今回までに上げた動画がいくつかあるんですけれども、ちょっといろいろ温かいコメントいただきましてありがとうございます。ちょっとまあそこら辺喋っていきたいなと思いました。はい。まずはですね、PV のエレファントカシマシの、So Many People を上げさせていただいたんですけども、もうこれはもう本当に私が出会った時くらいがここなんですけど、印象的な動画で。で、ちょっと YouTube 見ましてみますとですね、一部上がってるんですけども、ちょっとやっぱり昔なんで、画質が悪かったりとかしてですね、ちょっとまあ、私が今上げると少し画質高めのものが出せるかなと思いまして、出させていただきました。冒頭からいきなりブリッジして宮本さんから始まるっていう不思議な動画なんですけれども、面白いし、あとこうはなんだろうな、この宮本さんとメンバーのその演奏シーンがあるんですけども、こう狭い中でですね、わちゃわちゃやってる勢いの感じがすごい好きで、本当にオリジナル、なんだろう、エレファントカシマシオリジナリティに溢れた、そのドーンと行こうぜっていう、その勢いのある かっこいい動画だなと思ってますので、ちょっと見てほしかったなっていうところで上げさせてもらいました。なんて言うんだろうな、本当に宮本さんらしい動きをしてますよね。いいなっていう。はい。続きまして、次の動画なんですが、宮本浩次書く語り記というところで、散歩編純駆動書店というもの、今もう、この企画ですね、出たばっかの時、ちょうど私学生だったんですけども、これが本当に面白いなと思って当時聞いてまして、聞いてた視聴しまして、
ちょっとテレビとかだとやっぱり短い尺なんで、なんていうか、テレビでは出ない宮本さんの良さみたいなのがすごい現れてるなっていうのが当時から感じてですね、ぜひ皆さんにも、まあ本当にファンの方も当たり前みたいに多分見てると思うんですけれども、まあ新規ファンの方だとまだ見れてないという場合もあると思いましたんで、ちょっとまあきっかけとして総集編じゃないですけども、純駆動編をちょっとまとめて上げておくと見やすいかなと思いまして、まとめて上げさせていただきました。ネット上もいろいろ分散して載ってるんですけども、まあ取りまとめた方が、取りまとめて置いておけばちょっと親切かなというところで、はい、置かせてもらいました。この純駆動書店ですね、池袋の。私もよく近くなんで、まあ、一駅ぐらいで行ける距離なんですけども、よく本当に私も本屋好きなんで、純駆動書店とかですね、神保町の三省堂書店とか、本当に昔からずっとよく暇を見つけては通ったりしている思い出があるし、今も使ってますんで純駆動書店ですね、そこに宮本さんがいるっていうのがちょっと面白いなっていうところなんですけども、もう本当に上のフロアから順々にですね、なんだろう、回って本当に自由に喋ってる、まあ本当に楽しそうに喋ってますよね。でこれびっくりするのがやっぱり知識量のすごさっていうか、もう本当に教養っていう感じなんですけど、もう本当に空でいろいろ見ないで、なんだろう、いろいろな名称とか知識とかをスラスラスラっと喋ってるっていうのが本当にすごくて、まあなんていうか、自分の好きなジャンルを一つその喋るっていうんだったらまだできるかもしれないんですけども、各階の各フロアでこんだけ喋れるってどれだけすごいんだっていうのがちょっと本当にすごいなっていう、やっぱり本当に本読んでらっしゃるっていうのが見て取れるというところ。あと、本なんだろうな、本当に好きなんだな、本当に本が好きなんだなっていうのが伝わってくるのが本当にいい雰囲気で、インタビュアーの方も本当にいい感じに、なんだろうな、受け答えしていて、もう一通り54分の動画ですけども、なんか見れてしまうという感じで、はい、まあ改めて本当に私も久々に見たんですけども、やっぱりこれはいい企画だったなと思いましたっていうところです。はい、あとですね、ショート動画をいろいろ上げました。これらですね、ショート動画私作ったことなかったんで、今回ちょっとまあ試しにやってみたんですけども、コンセプトとしては、なんだろうな、自分がこれやっぱりリアルタイムで見てたんですけども、当時ですね、記憶にあって、まあなんだろうな、エレカシのこういうところがいいよねとか、すごいよねとか、面白いよねっていったところを、ここ見てほしいっていうところをですね、ポイントとしてちょっとこう1分の動画で上げてみました。まあこれも本当にファンの皆さんったらもうとっくにご存知の、内容かと思うんですけども、やっぱり新規ファンの方もいらっしゃいますし、あとはまあ私が見たからつってみんな何だろうな、皆さんと私ちょっとポイントが時期とかずれてて見過ごしてるとかもあるかと思いますんで、まあ本当にまあ視聴の方もいると思いましたので、まあ、本当こういうとこすごいよねというところを、はい、見てほしいというところで挙げました。まあ、中でもそうですね、息が合いすぎてしまうエレファントカシマシというところで挙げている地元の旦那の出だしなんですけども、これやっぱライブだとすごいなっていうのがあって、これまあリハーサルである程度段取り決めて、当日その場で少しアドリブ入れながら宮本さんが始めから出だしでっていう流れだとは思うんですけども、まあある程度段取りは決めて、少しその、なんだろうな、ちょっとジャズセッションじゃないですけども、
ある程度自由に宮本さんがその場の空気を感じ取りながら演奏し出したところから、メンバーがそれぞれ、まあ、ドラムが入って、石君のギターが入ってというところで、だんだんこう音が揃ってバーンと出だすという流れなんですけども、どうやって合わせてんだろうなっていうのが、本当にドラムの入りとかこれどうやってんだろうっていう、その宮本さんがこう自由に弾いてそうな感じのところにスーッて入、スッと自然に入っていくのがすごくて、まあよく見るとですね、宮本さん他のメンバーにちょっとこう目線でちょっと合わせて合図取ってるんですよね。よく見るとチラッと目配せしてるというか、お互い視線合わせてるんですけども、それだけでまあこんだけ何だろうな、息の合ったイントロになるというところですよね。何だろうな、技術的にやっぱりプロの、演奏者の方、まあ、がそのプロのその技で技術的にその音をビタッと合わせるっていうのは、やっぱりそのエレファントカシマシ以外もそのいろんなアーティスト、まあ、やってらっしゃるんですけど、ちょっとこの動画のこの感じっていうのが、その技術的な、そのまあもちろん技術的にビタッと合わせるというその演奏の技術論のまあ一幕以外のところで、なんだろうな、お互いのなんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、お互いのこう精神的な部分のつながりっていうのがなんかすっごい見えるんですよね。なんだろう、あうんの呼吸というか、技術以外のその精神面の部分でのなんかシンクロみたいのが本当になんか強く出てるなっていうのは、当時からすごい印象に残っていたんで、はい、載せました。で、あとはベースも弾ける宮本浩次という動画なんですけども、これもなんか本人がちょっとなんかこれ別の番組でこれが取り上げられてて、なんか本人がなんかついついやってしまいましたみたいなことを喋ってましたけど、なんかちょっともうベースも弾けますみたいな、テンション上がりすぎてついやってしまいましたみたいな話だったんですけど、もうやっぱすごいですよね。なんだろうな、ベースも弾けて、その場でアドリブでこれだけできるという動画です。で、なんか、やっぱあれですね。で、で、ちゃんと丁寧に返してるところもちょっと面白いですね。はい。あとは、エレファントカシマシの、青春時代のカバーっていうのを昔やっててですね、キンキッズの、番組でやってましたね。これも、やっぱり印象に残ってて、なんかすごい昭和の曲、そういう、なんだろうな、曲をその心のまま、カバーで、うまく歌えてしまうっていうのは、エレカシは本当にすごい、なんかそこが、やっぱり、なんだろうな、その昭和の心を受け継いでるというか、歌謡曲のその心の部分を受け継いでるところがあって、やっぱり男性曲、今はソロで女性の曲歌ってますけれども、男性曲もやっぱりうまいですよね。当時まだこの時はどのぐらいだろう、30ちょっとぐらいの時だと思いますけれども、やっぱりうまいですね。今歌ったらどんな感じになるのかっていうのもちょっと、あれです、興味深いんですけども、まあちょっとしばらくはなさそうですよね。エレファントカシマシの方が、これから本格始動というところなんで、まあもしかするとちょっとエレファントカシマシで、限りゆく部屋みたいに少し、入れたりすることもあるかもしれないですけども、まあどうなるかっていうところですね。で、あともう一つは、エレファントカシマシ、契約を打ち切られた時のことっていうタイトルで、ショートを上げたんですけども、これ本当に好きで、これ、この場面が、なんていうのかな、やっぱこれがあったから今があるっていう感じなんですけど、本当に、僕は別にそんな邦楽詳しくないんで、
もう全然あの断言したからっつっても他にあるよって話も、他にもうこういうバンドはいるよっていうのがあるのかもしれないんですけど、僕が知ってる限りはあの一度契約を打ち切られて這い上がったバンドって知らないんですよね。あ、まあ いらっしゃるのかもしれないです。あのそれはわからないんですが、うん、こんなになんだろうな、這い上がってきたっていうのが本当になんかすごいんですけど、まあまだ終わってなかったんですよって言ってましたけど、なんだろうな、やっぱりその最初なんだろう、やっぱちょっと革新的な音楽をこう音を出して、でやっぱり文学的な詩を乗せて歌うというバンドとしてその最初出てきて、でやっぱりそれは売れ線とかそういったところからどうしてもやっぱり新しい、なんだろう、本当に新しいものとか抜きん出たものっていうのがその当時、まあ、受け入れられるかどうかっていうのは時の運もあったりとかもして、まあ、時代性もあるし、そこがうまく、まあ、合わなく、まあ、レコード会社の売り方もそうだし、まあ、それが結果に結びつかなかったっていうところが一度切られましたというところからですね、這い上がってきたと。で、そこでやっぱりなんだろうな、ライブでもファンはまだついてきてくれていて、自分たちも自信があってっていうところでこう何くそと這い上がったという話でしたよね。でそこからまあ、悲しみの果てっていう曲をもう発明して日本語で歌うという、日本語で、なんだろうな、本当に歌謡テイスト、日本の心を持ちつつロックの音楽、まあ、サウンドを、取り入れて、まあ、合わせてですね、新しいものを作ったっていうところを、まあ、突破口にですね、その後ボン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 、もう今もう代表曲をもうその頃からどんどん生み出していって、まあ、武道館まで行ってとかっていうところに一連流れがあるわけですけども、そこにつなげていった。でそれから30、まあ要はこう今まで続いているというところが、でもこの時のなんだろうな、何くそっていうところですよね、本当に。そこので、宮本さんもともとそんなに喋る人じゃなかったらしいんですよね。僕も昔のその初期の、本当に初期の頃知らないんですけど、でもそのやっぱりバンドがそのサバイバルするためにっていうところでどうすればいいかっていうので、やっぱりそのメディアに出てちゃんと喋らなきゃいけないっていうのをすごい意識的にやったっていう経緯がどうもあるみたいなんですよね。だからでね、それでもう一生懸命喋るようになって、でやっぱ最初の頃って宮本さん、なんだろうな、うまくそのなんだろう、あの人は本当にイメージ先行型というか、なんて言うんでしょうね、一つのことを聞かれるとイメージがもう10も100もブワーって出ちゃうんですよね。でそれで口は一つしかないので、なんだろうな、口は一つしかないので交通渋滞みたいになっちゃうと、だからそのイメージが湧き出るイメージに対して口が追いついていかないっていう状態で、なおかつ伝えよう、本当にやっぱり実直な方なんで全部伝えなければいけないんじゃないかっていうので、すごいこうなんて言うんでしょうね、当初のダウンタウンとかにまあ突っ込まれてますけど、あのあたりの時ってやっぱそのそこら辺がこううまくいかなくって、一生懸命なんかその伝えようとしてるんだけども、話が ABCD の順番がですね、 A から D に行っちゃうというような現象が起きてしまっていて、あれ頭がいいからなんですよね、本当に頭の回転が早いからっていうのかな。まあで最近の
宮本さんの姿を見、あのインタビューの姿を見てると本当にもう本当そこら辺があの少し洗練されて上手くなってますよね。あのその昔の動画から振り返ってみると、改めて見てみるとやっぱりそこもやっぱり進化というかですね、あの整理の仕方っていうところがどんどんそこもあの整理されてきていて、あの最近の宮本さんの話っていうのは本当にあの整理になんだろうな、うまくその論理的につながっていて、あの整理されてるんで、昔のあのなんだろうちょっと面白がられていた感じとは今は少し変わってきてますよね。あれはやっぱりそのなんだろうな、自分の中でやっぱり整理されてきたっていうところ、やっぱりそのインタビューとかあのテレビの撮影とか、まあその辺がこう数をこなしていくうちに慣れてきたところなのかなと思います。でもそれはあの能力が上がったっていうよりは、もともとあの頭の回転とイメージがブワーッときちゃうっていうところに対して、まあテクニック的に慣れてなかったっていうのが大きいのかなと思いますね。でも本当になんていうか、あの昔の動画改めて見てあの上げましたけど、まあ本当に変わってないですよね。でも本当に本質的な部分は本当に嘘がないというかですね、素直で、あとエレファントカシマシ4人のなんだろうな、本当に心からつながってんだなっていうのが見える、改めて見て本当に見えますよね。なんかあのもう本当になんかメンバーのことを秘密を暴露してしまい、石くんが爆笑してるって、あの全国放送に流れてしまっているっていうところに対して、石くんがあの爆笑してるのがあのちょっとあげましたけど、なんかこれももう本当に屈託なく、要はそれぞれのなんかそういうなんだろうな、砕けた話もなんかそのトピックもみんなお互い知ってて、心が通じ合ってる感じがいいなって思いますね。あの頃だいたい30半ばとかぐらいですけども、私もまあその年齢に近いですけど、あんなになんかこうなんだろう、親密、まあなんていうのかな、本当に仲間っていう感じの、メンバーが言うっていうのは本当にすごいいいなって思いますね。はい、取り留めもなくまた喋ってますけども、まあ本当にこれから2月に入ってですね、あのなんだろう、今1月中はあの雑誌の掲載とかもいろいろありますけれども、そちらの方も、内容的にはあの宮本さんのソロの活動の話があの雑誌のトピックとしてはインタビューとして乗っかって、まあますけれども、やっぱりちょっとそうするとあのエレファントカシマシの情報としては2月からガラッとあのシフトチェンジというかですね、切り替わるのかなと、思ってますので、まあちょっとそこを楽しみにですね、あの今後の情報を、待ちたいと思いますですね。もう本当に1月もあっという間に、過ぎていきましたので、もう本当に3月もあっという間ですよね。もう1回1ヶ月経って、ね、2月過ぎて3月というところなので、もう本当にこれからもうあっという間に、情報もボンボン解禁になっていって、っていうところだと思いますので、はい、まあ本当に体調に気をつけて頑張っていきましょう。はい、以上です。ありがとうございました。